どうも、捜査です。今日はですね、東京都港区青山の児童相談所の建設問題についてちょっと一言言いたいと思います。まずこれ、賛成か反対かっていうと、僕の意見としては賛成でございます。で、住民の中にはね、反対派の住民もいるということなんですが、反対派が多いのかな。反対派が多いと思うんですが、問題になってるぐらいだからね。反対の理由がね、もうね、ちゃんちゃらおかしい。で、まず一つ、なんつうの、景観が損なわれる。二つ目、土地の価格が下がる。三つ目、子供たちがかわいそうになる。わけがわかんない、この問題。ね。で、これ一言で言いますが、土地の価格下がるわけないし、景観損なわれるわけないし、もしかしてあなた児童相談所と児童養護施設間違えてるっていうこの3つね。これが僕の思ったところなんですよ。で、まず1つ目ね、景観が損なわれるって、多分脱走とかなんとかっていうのを懸念してるんでしょうけども、これ3つ目の問題ともこうリンクするんですけども、まずね、児童相談所っていうのはその子育て支援とか、あとその相談とか、そういうのがメインになってくるので、ね、まず景観損なわれるわけないし、脱走とかってのはありえないし、で、2つ目に関しては土地の価格が下がるって、土地の価値が下がるってね、さっきテレビで見たんだけども、その自分たちで自分たちが何億何十億ってで出資して買った土地に家建ててるから、そういう人が住むべき町なんだよっていうことを言うわけね。児童相談所が建ったからといって土地の価格が下がるっていうことはまずありえませんね。全くもってありえないことなんです。で、しかもね、この発言って、その何億もかけてっていう発言ね、自分たちお金持ちですよってアピールにしか聞こえないのね。てめえらで金持ってんだったら、なんぼかでも寄付したらどうなのって思う。その方がイメージよくなると思うんだけどね、俺はね。で、3つ目に関して、子どもたちがかわいそうとかっていう、ね、児童相談所と児童養護施設をね、履き違えてる。児童養護施設ではないので、子どもたちが実際に親いない子とかがね、住むわけではないしね。子供たちもね、習い事してる子供たちが多いからね、どの子のって言ってるけども、おめえふざけんなよこの野郎って俺は言いたくなるんだけども、子供たちっていうのは、まずもってその子育て支援でこうお母さんと一緒に来るっていう感じが多くなるので、身寄りのない子が来るとかではないのさね。で、多分ニュースによるとさ、青山じゃなくて港区って児童相談所がないっていう話だったんだけども、その児童相談所ができれば、港区内のその子育てに困ってる方々も、もちろん青山にもいると思うのね。そういう人たちがすごく助かると思うのね。で、東京の江東区の方にも4年前だか5年前にその児童相談所ができたんだけども、最初は反対住民が多かった。でもできてみると、やっぱ自然にそこに馴染んでいる。ものすごく静かだよ、ね、景観とリンクしてるよ、ね、で、あと、すごい助かってるっていう声もあったし、で、今は賛成の方が多いっていう感じなのね。おそらくね、僕がさっき言った通り、その児相と養護施設を履き違えてるっていうのが多分大きいのかなと思うんです。で、自分たちで稼いだお金で建てた、これ税金でしょ。だって公的施設だもんね。税金で建ててるのは分かりきってることじゃない。でもそういう公的施設があるとないとでは全然、なんていうの、その地域のコミュニティも違ってくるし、その
子育てとかそういうのに困ってる人もいると思うので、ね、中にはね、そういう人たちの救いの場になるっていうのは間違いないので、自分たちがお金持ちですってアピールをするんであれば、児童相談所に、少なからずその寄付をするべきだと思うんです。建設費用とかなんとかっていうのね、金持ってんだから、金持ってんだからさ、ね、寄付しろよって話なんです、ね。話聞いてるともう自分たちが一番みたいな感じで周りを考えていない差別的な発言がだなっていうのは俺が思ったのこれ朝の情報番組でもその某タレントさんが、結構辛口のタレントさんが言ってました。これはね差別だよっていう、うん、立派な差別だっていうふうに言ってましたので、でそのなんか金持ちと貧乏人だなんだかんだって、そこで差別されると困るんです。私も貧乏なんで今はね、なんかさ、まあ貧乏なやつは青山来るなとかなんとかっていう風にしか聞こえないわけね。じゃあね、例えば移動で、僕もこの間東京に出張行って、地下鉄乗ってね、青山一丁目で乗り換えたんだけど、地下鉄をね。じゃあ貧乏人は青山の駅に降りるなって通るなって言えるかってことなのよ。これちょっと極端な話なんだけども、ただ一つ言えるのは、うん、差別をしないで困ってる人に救いの手を差し伸べるのが妥当なんじゃない、本当の人間らしい人間なんじゃないのっていうことなんです、ね。お金持ちをアピールして貧乏人は来るなっていうのは言語道断だよっていうことを青山の住民の皆さん言っときますよ。特に反対派の人たち、児童相談所と児童養護施設違いますからね、言っときますよ。以上、捜査でした。ご視聴ありがとうございました。